2000年、ウラジーミール・プーチン・ロシア連邦大統領と会談する、ルイシコフ元ソ連首相、ニコライ・イワノビチ・ルイシコフは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家。ミハイル・ゴルバチョフ時代のソ連閣僚会議議長。ソ連崩壊後は、ロシア連邦議会会員国家会議議員を務めた。1929年9月28日ドネツク、州に生まれる。 1956年ソ連共産党に入党する。1959年ウラル工科大学を卒業。スベルドロフスク市の工業合同企業体、ウラルマ市で、技師として働く。ルイ・シコフは、同企業で1970年に、工場長、1971年には、総支配人となる。 1975年にはソ連重機政策運輸機械政策省第1次官に任命される。1979年ソ連国家計画委員会第1副議長となり、1981年ソ連共産党中央委員に選出される。この時同時に中央委員に選出されたのがボリス・エリツインだった。テクノクラートとしての実績を、 ユーリアンドロポフ書記長に評価され、1982年11月ソ連、共産党政治局員候補、中央委員会書記に選出され、中央委員会経済部長も務める。1985年3月に、ゴルバチョフ書記長が就任すると、ルイシコフは1985年4月23日に、政治局員となり、同年9月27日、 高齢のため辞任したニコライチーホノフの後任として、ソ連閣僚会議議長に就任した。ルイシコフは、ソ連首相として、ゴルバチョフのペレストロイカを支持し、ソ連経済を地方への権限移譲や、新技術の導入を図ることで再建しようとした。1988年のアルメニアを自身では、被災地に自ら赴き、現地で復興活動を直接指示した。 しかし、ルイシコフはペレストロイカが次第に急進的な社会改革に変動していったことと、ソ連に市場経済を導入することには反対の立場を取り、ゴルバチョフと距離を置いた末に1990年12月の憲法改正で閣僚会議が内閣に改組された際に首相を解任された。バレンチンパブロフ増将が公認の首相となった。 ルイシコフは1991年6月のロシア大統領選挙にロシア共産党から立候補するが、かつての同僚だったエリツィン最高会議議長についで2位となり敗北した。ルイシコフの敗北は保守派による8月クーデターの引き金となり、ソ連共産党解体、やがてソビエト連邦の崩壊へと発展していった。ルイシコフは、 首相辞任後一時年金生活に入っていたが、ソ連崩壊後、1993年12月、会員国家会議選挙に立候補し当選。1995年の会員選挙では、左派系の選挙ブロック、人民に権力を、の推薦で当選する。当選後は、院内会派、人民に権力を、の代表となる。1996年には、 左派の政治勢力を急合した、ロシア人民愛国同盟の代表となった。ありがとうございます。